しゃみ教唱卵卵卵ふふエッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグヤザー軍団です、はい、ということで、同窓会動画第3弾ぐらいになるんだろうね、多分ね、はい、そうですね、順番、はい、まあ、多分この順番で来るはずだから、はい、ということで、1年半ぶりに集まった無敵テレビエッグヤザー軍団企画会議をはい、やりたいと思います、はい、初じゃないよ、ね、初じゃないです、毎回やってたじゃん、いなかったんだと思います、はい、ここで。とりあえず1人10本今回ノルマ、はい、何が多すぎだろ、今日25本取るから、50本のうちから半分は使いましょう、はい、で、ゴスケに関しては他のメンバーはね、2週間前とかから言ってるけど、ゴスケに関しては昨日誘ったから、はい、昨日来い、メリットとかじゃなくて関係性的にさ仲いいんだからさ、だって出てくれたじゃんガソリンビートのやつだって、はい、早いだから早めに言っときゃ来れたかもしれないけど、まあ、忙しいだろうからね、忙しいですということで、じゃあゴスケも10個考えて来れた、もちろんです、さすがです、はい、ありがとうございます。じゃあまず俺からいくよ、俺15個考えました、お、本当は18個ぐらいさっきあったけどさ、みんなにも言ったけど、はい、3個ぐらいちょっと使えないのがあったから、はい、それはカットしていきます、はい、1個目エッグ帰国、おお帰国したよっていう、まあ、それ一発目に撮った方が良かったんだけどね、はい、まあ、しょうがないよね。第2個目この1年半何してた、3個目オーケストラよ、オーケストラ、4個目クイーン罰ゲーム、ちょっとよく分かんないですけど、クイーンの映画あんじゃん、ボヘミアン・ラプソディ、はい、あれがすごい面白いっていうやつがいたの、はい、絶対見に行ってくださいってわざわざ連絡してきたやつがいて、僕なんかお母さん4回も見て4回とも泣きましたよとかいうやつがいたぐらいね、泣いてはないですよ、俺を勧めてきたんだけど、俺にねボヘミアン・ラプソディ、うん、絶対行ってくれ、しかも映画館で見てくれ、ネットとかにもいっぱい書いてあったよ、クソつまんなかった1800円も払ってさ、だからちょっと金取るわけにいかないからね、1800円返せ、罰ゲーム1800円分の罰ゲームで、次ひもなしバンジーちょっと意味わかんないですけど、でパン、ナイフ、ただこのナイフね、昨日連絡したけど誰も持ってなかったからね、はい、買う暇もなかったからナイフはちょっとわかんない、でミカエル解散で前転ダイエットしてね、はい、100キロから今80キロ切ったんだろ、はい、っていう話、あと前店の通院費はでガソラ TV もう頑張ってるからね、どうですかっていう、登録者600人だな、680人、おーおーおー、結構来て620とかだったらいいだろうって言うと思ったけど、680だったらもう700人ってことにしましょうか、そうです、そうですね、はい、で誕生日プレゼント、おえやろうか悩んでる、多分やめた方がいいと思います、いやでもそれかもしれない、逆に430くらいと50やって開封の時はいや、その本社でやるから、いやいや、行かないです次、新元号、新元号、はい、新元号を考える、あ、はい、で、今俺ウォーキングデッド全話見て、フィアーザウォーキングデッドっていうスピンオフまで全部見て、あー、ありますね、昨日計算したら130時間ぐらい俺見てたんだなっていう楽しすぎて、で、受験生にメッセージ、はあ、あれ15個なんだけど合ってる1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、まあ15個書いてきました、はい、じゃあ続いて、はい、じゃあデブ、おっす、前転占い、おお、いいね、取られちゃいました、ないよ、取られちゃったとか、これはい、前転占いで、まあちょっと被っちゃったんで、被ったやつは言わない方がいいですか、いやいやいや、あ、オーケストラへのメッセージ、はい、あの穴どうなったっていう、あの穴を、あ、壊れたやつ、はい、今日取ってないもん、あそこ撮ったなんて一言も言ってないじゃん、いや待ってもいい、はい、エッグ矢沢の海外あるある言いたい、それなんかね、パクリだもんいや、あるある言えばいい、だからなんか歌いながら言うんでしょ、まあまあまあ、それはちょっとなんかやだね、はい、前手の最新ネタ披露、失礼だよね、はい、失礼ネタやれとかさ、いや、面白いですから、はい、前手は、はい、ミカエルの相方になりたい前手、なりたいでしょ、なりたいでしょ、ああミカエル相方、まあな、ミカエルももう今までいろんなやつと組んできてな、相方のせいにしてきたけど、い
はしてないもう無理だってことが分かったんだから、自分のせいだっていうのは今回分かったんだからね。いやいや、なんでそんな言われなきゃいけないですか。だから前転と一回な、やってみなきゃな。そうですね、次次次前転のレーダー照射問題解説。だからさ、お前それもさやっていいの。いや、こいつの仕事じゃないからってさ、レーダー照射問題をさ今前転に語らせたら前転が悪い感じになっちゃうじゃん。日韓問題の、日韓問題の話をさせようとしてんの。これひどいな。これ多分一人ニュース見ながら適当に考えたな。いや、そんなことない。そんなことない。エッグ矢沢がこの中で一番太ってる説。ああ、エッグ一番デブ説ね。はいはい、次前転の咀嚼音。あ、気持ち悪い、気持ち悪い。いや知ってる、 ASMR 知ってるけど、お前なんか口見るだけで気持ち悪いから。コラ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 ガチだから、ガチ。はい、だ前転の地獄飯体験みたいな、ちょっとエクサの家でできたかな。はい、次、まあ新元号もちょっと一緒でしたね、うん、でぐらいですね。3つ。え、ああ、はい、見返る。はい、オーケストラに向けて軍団全員でのエアオーケストラ芸。おお、さすがセンスがある。いや、いいかな。はい、前転占い今年の紅白優勝。最悪です。紅白優勝なんて興味ねえじゃん、まず。見てねえし。見てる？いや、見て。勝敗気にして見てないです。うん、そうだよね。はい、ガソラに密着インタビュー。で無理じゃん。前転に密着インタビュー。はい、次、前転エッグに勝つ。何で？ないっすね。まだゼロだよみたいな。アンチに怯えてるエッグの代わりに前転が動画で切れる。怯えてないじゃん俺。前転からオーケストラへのメッセージ、うん、星野からオーケストラへのメッセージ。シリーズがひどいね。このままだとゼロだよ。あれ、俺もう見終わったよ。ゼロだよ、ゼロ。あ、以上です。10個だよな。10個っす。ゼロだよ今のところ。いつから止まってる。怖っ。いや、今止まった。今止まったよね。はい、大丈夫です。なんで止まったの今。怖くない、何もしてないのに。なんか当たったんじゃないですか。当たったの、なんかお客さんの力量じゃないですか。はい、次、生きて次、前転。はい、何。声大きくな。前転ルーレット占い。前転ルーレット占い。はい、前転ルーレットって。ルーレットですか。言ったよね今俺。なんつ、俺間違えた。毎点ルーレット、ルーレットがついてるからオリジナリティがあります。ああ、そういうことね。もうすごいね。毎点ルーレットって前やったっけ。毎点、毎点。ああ、もう一個なんだっけ。まえ、なんだっけ。毎点ゆうやです。ひーみたいな。まあいいや。はい、次。早食いクイズ。何それ。食うもんもうないけど。例えば、まあ、あのおにぎり、生卵でもおにぎりで何でもいいですけど、おにぎり3つ食べたらクイズ答えられるみたいな。それをポイント。いやいやいや、普通のやつじゃんそれ。はい、はい、次。当たるまで聞き酒対決。はい、次。俺運転。食べ歩き。はい、次。商品紹介。はい。新しいご飯のおかず探し。新しいご飯のおかず探し。はい。サウナカワン大会。サウナカワン大会。はい。お前今日さ早めに帰んだろ。用事あるとか言って。なんで全部時間かかるやつなんだよ。次。チャンバラ対決。チャンバラ対決。素手で。素手で。チャンバラ対決。合格。はい、次。エックさんの世界旅行の裏話。エックさんの世界旅行の裏話。はい。はい、極寒かき氷早食い対決。はい。終わり？以上です。ゼロ。でもいいな、さっきのなんだっけ。素手でチャンバラ、はい、あれで合格だよ。はい、あれです。それで書いとこう。素手でチャンバラ。素手でチャンバラ。それは、10個考えてきた分だよ。もうレベル的に。で、ミカゼロだからね。はい。はい、ゴスケ、昨日から考えてきてもらったやつ。とりあえずまず1本目は、まあ、これはもちろんオーケストラシンガーがいなくなって1年、うん、オーケストラシンガーを語る、うん、で、2本目なんですけど、うん、2本目は今このメンバーたちの近況をオペラ風に語ってもらいますっていう。はい、次。はい、で、次が、その場で自分の持ち物の何かをプレゼント。はい、次。くしゃみ教唱。くしゃみ教唱。くしゃみ、もう一回言って。くしゃみし教唱。くしゃみし教唱。はい、言えてない。もう一回言って。くしゃみ教唱。くしゃみ、もう一回言って。くしゃみ教唱。
もう一回言って。くしゃみ教書。ちゃんと言えよ。くしゃみ教書。くしゃみ。もう一回ちゃんと言うなよ。言って。何？くしゃみ教書。くしゃみ教書ってなんだよ。一番早く。違う、もう一回言って。くしゃみ教書。言えないの？いや、くしゃみ。で、もう一個は？教書。お、言えた。言えた。あ、さっきまでお前ずっとくしゃみ教書って言ってたよ。ちゃんと言ってみて。くしゃみ競争。今度はくしゃみ競争になってる。そうそう、もう一回言って。くしゃみ競争。くしゃみ。やばいね。くしゃみ。はい、もう次。終わりじゃねえの、この動画も。ちょっとこれ浴衣の帯脱出ゲーム。ちょっと今日帯をちょっと一つ持ってきたんですけど。すごい。はい、浴衣の帯を何すんの？帯をこう、うん、なんかこうぐるぐる巻きにして、うん、こう自分こう下から持ってもらってブワーってやって取ったやつが勝ち。一番早く。どういうことだ？その回、ま、あれお代官様みたいなやつじゃないですか。あれって。まあ、一応書いとくか、それは。帯持ってきてくれました。うん、帯。はい。でこれちょっともうちょっとダメ、ちょっと無理なんですけど、うん、マスク何枚つければくしゃみしたかわからないか実験。おお、ちょっと面白い。面白いけどね。すみません。俺はそういうのやらないから。ごめんなさい。で次、ガソリンビートさんのおすすめのカップラーメンをみんなで食べてみよう。おお、いいですね。はい、食ってないからな。で今年の目標、声出しよ。声出し？声出しです。どういうこと？あの大きい声で。大きい声で。あのプロ野球の選手がよく声出しで大きい声で。まあプロ野球好きなの？まあ多少好きです。結構はい。次は。で目をつぶってスマホで文章を打ってみよう。ああ面白そうだね。けどちょっと地味だな。すいません。でそして次ちょっとここすみません、あの、うん、トイレがあるか分かんなかったんですけど、みんなで公衆トイレで作戦会議。もう一回言って。みんなで公衆トイレで作戦会議。ああさっきみんなで今日あみんなで公衆トイレで臭く会議って言ったからさ。すいません、臭いのがなんか入ってるのかなと思って。はっきり言いました。はい、じゃあはっきり言いましょうじゃねえよ。おめえも言われてるじゃん。もうクソ寒いからちょっと口も回んないよな。まあすいません、そうですね。だからね、くしゃみ競争。そうですね、くしゃみ競争。はい、俺言えちゃったわ。はい、でじゃんけんで負けた人が髪を切りに行く。じゃん負け髪切り。はい、坊主で行く。坊主もありかなと思いますけど、まあまあただちょっと、まあただまあ皆さんのそれは、まあでもさ、今別に何かそれがなきゃ困るっていう人もいない。困る、はい、俺だってやだよ。俺だって今髪の毛きっちり決めてさ、いい感じにしてんだから。月1で切ってんだから、きっちり。月1か月1回以上切ってるかもしれない。じゃんかん。入れるなよ。やんないです。ミカエルももう解散したしね。いや、もうだから今ないから。はい、次。最後、これ最後です。財布の中身チェック。いや、それ失礼だろ。まあ、失礼ですけど。オーケストラの財布、昔いじった時さ、本名出てきちゃって。やばかったじゃん。すいません。何つったの？何つったこいつ？グーパンですよって言ってますね。何がグーパンなの？失礼だから？多分そうだと思いますけど、グーパンってなんだ？グーパンって。先輩だからね。グーのパンチって意味だよ。ああ、それ分かんないってことだよ。あ、そういうこと。分かる？分かる。今お前、それは分かんない。先輩に何言ってんだってツッコミじゃないよ今の。グーパンって何ですかって、グーのパンチの意味が分からなかった。あとは？あと、あ、これで以上です。以上。はい。じゃあ帯じゃんけん髪切り2個。髪切り。じゃあとりあえずミカエルだけが1個もなかったと。まあ、俺のもさ精査しよう。ひもなしバンジーはできるか。パンも終わった。できないでしょ。ひもなしバンジーどうやってやる。新元号はじゃあもうこれでやっちゃおうか、このまま。え、切らないです。切らないで。切りましょうよ。せっかく切んなくていいよ。もうだってあんま面白くないだろ、まだ。新元号も多分面白くないと思うから、もうこの面白くないのに面白くないのを足してなんとか長くしてさ、ボリュームだけ出して終わりにしよう。長いと思うけど。それじゃ長い。よく売ってるさ、さらっと絞ったオレンジジュースとかさ、はい、あのあるじゃん、はい、ああいう500缶なのに安いジュースで、あんまり美味しくないけどボリュームでごまかしてるやつ、チェリオとかさ、そういうのを目指そう。無敵テレビはね。もちろんです。新元号、はい、平成に、平成は平和になる、はい、昭和は昭和ってどういう意味なんだろうな。あの昭和の小の字ってどういう意味なの、うん、秋って読むよな。そうですね。テラステラスって意味なのあれ。そうです。照射の照って今流行りのさ、レーダー照射の違うよね。字あれ
ちょんちょんちょんって下にちょんちょんちょんって、ここ韓国の言葉じゃないよ。あ、そうですね、はい、あのしょちょんちょんちょんって 4個あるよな、レーダー照射の方は、あの昭和のどういう字なんだろうな。昭和の昭は何なんですかね。和はさ、多分日本の和だろ、和風の和みたいな、わかんないな。で、明治は明るく直す、収めるか、はい、ごめんごめん、直すだけだ明るく収める。で、もう一個は大正は大きい正義、正義だとか、そういう正しく大きくみたいなの、多分そうです。昭和だけわかんねえな、俺らのあれじゃ。あと何にする。じゃあ、じゃあ今年の、ね、年言語決めよう、やりましょうか。何入れたいか、2文字ですよね、基本的に2文字でいく。3文字ってないもんね。3文字ないですね。大正、明治の前は江戸時代、江戸時代ってさ、孔明ですね。孔明って何。孔明、なんか、なんか考えるみたいな、なんかこういうやつ、うん、と、あと明るいって書いて、そういう時代なの、江戸時代じゃないの。あの、年号は孔明でした。それでも知らなくない。知らないです。知ってた、ミカエル。いや、知らないです。うん、そうなんですね。あと、その前は。その前ちょっと覚えてないですけど、だから安土桃山時代とかさ、いろいろあるじゃん、はい、それ元号じゃないもんな。それはもう時代ですね。で、孔明っていうのはもうみんな知らないから、はい、じゃ大正以前っていうのはもうないに等しいな。そうです、感覚的にはね、知らないです、知らないっていうことだから、はい、普通の人は。じゃあ俺らで考えよう、はい、もう決まってんだろ多分。そうですね、まあ国的には決まってるでしょうね。で、今年の漢字は災いだったっけ、去年の漢字、はい。まあ、そういうのは使わないもんな。何がいいかね、いい言葉、まあ、明るいはもう使えないでしょ。まあそうですね、そう、平和の平も使えない。未来とかなんですかね。未来、はい、未か来か、どっちか。ない、どうでしょう、ね、強いとかも使えないもんな。そうです、なんかね、強国とか、強い立ち上がるとかで立つ、これありじゃない。ありですね。立春の立春って、はいはいはい、みたいな感じでさ、立つに日本の2で逆にして日立ちって言うと、それでもな、日立ちがいい思いしちゃうもんな。いい思いしちゃいますもん。天下りみたいになっちゃうもんな、どっかは天下りしたんじゃねえかっていう。っていうかこれさ、今もう10分なんだけどさ、はい、短いからもう1本取ろうって言ったけど、さっき1回切れてんだったな、これ。そうですよ、そうですね。じゃあ2本ですね。いやどうしよう、まあいいや、もう早く決めよう。前点でいいんじゃないですか。あ、でも点っていうのはあるかもしれない。いやでも点があるじゃないですか。天立っていうのはどう。あ、 天に立つ、天に立つ。それでもちょっとなんかあのファンタジーだな。そうですね、なんかちょっと現実的なやつ。立つっていうのはいいね、立ち上がる日本っていうのはいいんだけど、和とさ、日本の日っていう字以外にさ、日本を表す感じってある。日本を表す感じですか。日本を表す感じ、うん、日か和以外で日本ないね。大国、ああ、大和。ああ、でも大正が大使ってるから黄金、黄金だ。俺もジパングって考えたんだけど、ちょっと立つに何かいい感じある。立つはいい、使っても、使ってないし。まあそうですね、違う、まあ、かっこよくはない気がする。かっこよくはない。いや、立つなんか A とかね、ありますよね、よく言われるのが。本当はこれ考えるっていうよりはなんか当てようみたいな感じだったのですよ。そうですね。ということで、皆さん、立つという漢字、一文字のもう一文字、ちょっとコメント欄で書いてもらおうか、ね、そうですね。その中から一つ僕が選びます。この動画がアップされてから、その日のうちに書いてください。ということで、まあ、コメントもあんま来ないだろうな、どうせも、はい、あんまいねえしな。次の言語になってもエッグヤザー軍団をよろしく、よろしく。バー。何分なんだろうこれ。結構長い。一回切れましたし。